マイク初めて初めてだな、皆さん、今日は本当寒いですねというか路面がすごくて私ももう転ばないで来るのに必死でしたはい、本日は、こちら D バップにご来場いただきましてありがとうございます。ありがとうございます、そして配信を、ご覧の皆様こんばんは、ご購入ありがとうございます。私はですねこちらの D バップさんでは、お世話になっているもののリーダーライブ自体はすごく久しぶりな感じかなと思います。そして、メンバーもですね今日も、この編成ではすごく久しぶりにご一緒というさせていただくという感じでございます。今日はピアノとベースのデュオというすごくシンプルな編成なんですけれども、いろんな曲やってまいりたいと思います。ピアノは山下康さん、そしてベースは斉藤里奈でお送りいたします。よろしくお願いします。それではまず1曲お送りしたいと思います。ジャズのスタンダードナンバーです。放題は縁は稲物、What a difference that they made という曲をお送りいたします。
離れてですね、1曲お届けしたいと思います、実はちょっとこの間ですね、ちょっと自分の企画で、たくさん、なんていうかやらせていただく機会があったので、その時に結構一気にいろんな、曲をですね、バーッと書き留めたりアレンジ作ったりとかしてみたんですけれども、こちらの曲も、その最近発掘していいかもと思ってちょっと取り上げ始めた曲です。ブエナビスタソシアルクラブという皆さんバンドというか映画というかご存知ですかね。98年くらいだったかなにヒットしたと。そうですよね。見ましたか山下さん。
ンドとかやっぱアルバムとかはサウンドトラックとか結構ね、あやっぱりうーん、そのブエナビスタソシャルクラブですね。なんか私も最近ですね、その友達がやっている、ラテンバンドがそのバンドの曲をやっていて、であなんか素敵だなと思ってこうそのオリジナルを聴いてみて、ですごいやっぱり皆さんあの当たり前なんですけど上手いしかっこいいしと思っておと思って気になって映画までちょっと最近見てみたんですが、で、その中の、その本編にももちろん出てきますし、その有名なベナビスタソシャルクラブのアルバムにも収録されている、一曲をやってみたいと思います。これはボレロという、ラテンのリズムの、まあ、ジャンルというか曲なんですけれども、もともとはですね、まあ、スペイン起源の、生まれみたいで、ラヴェルの、ね、ボレロとかって多分ご存知かもしれないです。あのタイトルいただけだとふんってなるかもしれないんですけれども、絶対に皆さんどこかで聞いていると思うし、もっと掘り下げるとあのボレロというリズムはですね、水戸黄門ですよチャッチャカチャチャッチャって、あのあれがあの一応ボレロのリズムとあのすごくざっくり言うと言われてます。あのそういう曲な、そういうリズムの曲っていうのも変なんですけども、そういうリズムの曲ですの中の、一曲でナンバーで、ドスガルデニアスという放題で、口なしの花2つという意味の曲です。すごく、ロマンチックな、歌詞がついていて、そのブエナビスタソシャルクラブのですねボーカリストのイブライム・フェレールというキューバのナット・キング・コールと呼ばれた、素晴らしいボーカリストがもう何とも素敵に歌い上げるんですけれども、まあそんな感じななんというか歌い方を目指して私も頑張って歌わずに弾いてみたいと思います、それではドス・ガルデニアスという曲を、お送りいたします。
スカルデニアスという曲をお送りいたしました。それでは続けてじゃあ2曲お送りしたいと思います。またジャズコーナーに戻りましてこれもまた私のすごく好きなスタンダードナンバーなんですけれども、Like Someone in Love という曲と、またスタンダードから離れてですね、今度はちょっと映画の曲を1曲やりたいと思います。テーマフロムチャイナタウンという、とってもこれも私が好きな映画なんですけれども、あれですかね、今日の、この会場のお客様とちょっと配信のお客様は分からないんですけれども、会場のお客様はひょっとしたら知ってるってなるかもしれないです。チャイナタウンという、映画があるんですけれども、なかなかすごく本当いい映画なんですけれども、なんていうんですかね、一言で言うとめちゃめちゃ暗い誰も幸せになれないっていう感じの映画なんですけれども、すごくストーリーがよく作られていて、本当に名作だなと。私もなんかたまたま本当にちょっとしたなんというかきっかけというかあって、その映画を知って見てみて、でその映画も好きになり、そしてその中のこのテーマ曲ですね、もうすごく好きになって、今はもう自分のバンドのレパートリーとかにも、して結構やっているんですけれども、そちらの曲を、今日はリオでお送りしたいと思います。それでは2曲続けてやってみたいと思います。
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。Like Someone in Love Theme from Chinatown という曲を続けてお送りいたしました。いやすごいですね、山下さんもうなんか映画終わったなみたいな感覚になりました今聞いてて、あのなんというかこういう映画ですので、ぜひ気になった方見てみてください。なんかすごい捉えてる感じがして、すごい私が一人感動しています今素晴らしいそれではですね、ファーストセット最後の次の曲で最後の曲となります。でですね、後でまた、ゆっくりというか告知させていただくと思うんですけれども、ここにねあの置いてくださったんですよ、お店のマスター松浦さんが私の自分の CD をここに置かせていただいております。配信をご覧の皆さん見えてますかね去年の夏ですねに、リリースした一応初めての、リードアルバムということで、内容はまあミニアルバムというかですね、5曲入りなんですけれども、1枚1500円で、絶賛発売中で、ございますので、配信をご覧の皆さんはですね、あの私のライブにの会場ではもちろんあの買えるんですけれども、あと身近で一応買えるところとしては、今からでも今からでもというか今できるのはですね、あのネット通販ですねあの私のホームページにあの飛んでもらえると、あの大体一応サイトリナベースとかで調べると一応ホームページポンって多分出てくると思いますので、そこに行ってもらえるとですね、こちらの CD がもうすぐ買えますすぐ買えます、今買えますのよ、あの本当にネット通販のようにですね、ポチッとしてくれればすぐ買えますので、それか、明日お出かけのご予定の方はですね、玉光堂さんですね、全道の CD ショップ玉光堂さんにも、今置かせていただいておりまして、おそらく多分一応あると思うんですけれども、なんか年末にですね、札幌駅のパセオ店に、ちょっと知り合いが行ったみたいなんですけど、行った時にはなんかなんとですね、嬉しいことにも完売しましたみたいな 札が立ってたらしく、いつ入る、ありがとうございますでもまだ全然あるんですよ、在庫全然あるんですけど、一応そういう札が立っていて、でその後でも旅行堂さんに聞いたら、全部ねいろんな場所があるので、逆にその売れてないところからこう次その流れてくるみたいな、こう調整をその旅行堂内でこうするみたいなんですよ。なので多分今はもう入っているんじゃないかと思うんですけれども、そんな感じで札幌だったり札幌じゃないところだったりでお買い求めいただけますので、ぜひ、よろしければお願いいたします。今日ね、私あれなんですよ、 CD のジャケットの服を着てきました。そうなんです地味にそんな感じで、ありますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは長くなりましたが、ファーストセットですね、最後の曲やらせていただきたいと思います。こちらも、映画の、音楽のナンバーですね、ラストタンゴインパリという映画がありまして、こちらはもう完全にジャズミュージシャンがこう映画の、音楽を担当したということで、結構まあ有名になったというか、ジャズ界では比較的こうなんていうんですかね、なんか違う意味かもしれないけど親しまれている映画というか、ガート・バルビリというサックスプレイヤーがですね、いろいろ音楽を担当しております。その、ラストタンゴ・イン・パリの、テーマですね、こちらを今日は、4ビートで、お送りしたいと思います。セカンドセットも、このまま配信の方ですね、お酒飲むなり、ご飯食べるなりしながら見ていただき、ご来場の皆さんもごゆっくりしてください。それではラストタンゴインパリお送りいたします。
少し休憩いただいてセカンドセットやらせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。セカンドセットですね、MC なしで始めてしまいましたけれども、とっても美しいですね。山下さんのもピアノをフィーチャリングして、ジョーサンプルというね、私もすごく大好きなピアニストなんですけれども、クルセイダーズとかそういうので一世を風靡したと言われております。ジョーサンプルの、曲でメロディーズオブラブというですね、歌詞がつくと、タイトルが変わりまして When the World Turns Blue という曲なんですけれども、この曲から、お送りしました。すごくなんかジョーサンプルを聞くとなんとなく山下さんを思い出すんですよね、私。なんか思い出しちゃうんですけどっていうくらいこう美しい、曲をたくさん書いて、素晴らしいピアニストで、今日は山下さんの、これが聞きたいなと思ってこれを持ってきてしまいましたけど、1曲目にお送りしました。それではですね、セカンドセットなんですけれども、今日は本当になかなかざっくばらんな感じでいろんな曲をお送りしておりますが、2曲ですね、図らずもというか、続くので同じ作曲家の曲が続くので、続けてやってしまいたいと思うんですが、デューク・エリントンというですね、ピアニスト、コンポーザー、ジャズを語る上では絶対欠かせないという人物がおりまして、その、デューク・エリントンをですね、すごく本当に多分もうそういうジャズ界というかもう今に至るまでですね、多分一番そのデューク・エリントンのことをきっと尊敬していたというかリスペクトしていた、おなじみか、ミュージシャンで、チャールズ・ミンガスというベーシストがいるんですけれども、そのミンガス、チャールズ・ミンガスが私とても大好きで、彼も曲をたくさん書いておりまして、彼の曲をいっぱい取り上げるライブやったりとか、もちろんプレイも大好きで、日夜彼みたいな音が出せるようになったらいいなと思いながら、生活しているんですけれども、そのミンガスが本当に多分もう一番って言っていいぐらいですね、デューク・エリントンの本当にリスペクトして、彼の背中を追っていた、今に現在に至るまで多分ジャズ界では一番本当リスペクトしている人なんじゃないかなというふうに思っておりまして、なのでもう私がもうミンガスをリスペクトしてもうあの彼の背中を追うならば、デューク・エリントンの背中も追わねばならぬということで、今年はですね、その、デューク・エリントンの曲もいっぱいやって、勉強していこうという思いでですね、最近自分のライブでもたくさん取り上げております。ということで、そのエリントンのナンバーを2曲やりたいと思います。まずお送りするのが I let a song go out of my heart という、なかなかこう可愛らしい感じの曲です。そして、もう一曲ですね、続いてやるのが、こちらはもうある意味ね、こう女子プレイヤーは何ちゅうかなんかこうやりたくなるような曲ですかね、そういうわけではないかな、ソフィスケーティッドレイディという、意味は洗練された女性というね、ね、そういう風になりたいもんなんですけれども、頑張って演奏してみたいと思います。では2曲続けて、お聴きください。Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。アイリットアソングアドマイハートとソフィスケイティとレイディという、曲をお送りいたしました。それでは続いての曲で、本日のライブは最後の曲となります。はい、 ありがとうございますめっちゃいい反応でしたねありがとうございます。ではね、ここから配信を見てくださっている方がいるかどうかはちょっとわからないんですけれども、再度告知をさせていただくと、こちらにですねこちらに素敵な感じで置かせていただいておりますけれども、私の一応初めてのリーダーアルバムが掲げられておりますので、ぜひご興味のある方はですね、サイトリナでググっていただいて、ポチッと私のホームページからご購入いただければと思います。もちろん、ライブ、私の出演ライブ会場だったりとかですね、旅行堂さんとかいろいろご購入先ありますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございますそれとですね、私は、今月 DVAP さんはあともうちょっと出させていただく機会がありまして、まず来週の月曜日ですかね、ですよね、は、こちらで、こちらのですね、私のそのアルバムの、ドラマーなんですけれども、河合壮平さんという人のリーダーで、山下さんも、ご一緒またさせていただきますと、ここにそのドラムと、ベースピアノ、そしてギターの古舘健二さんという方が入って4人でお送りするのと、あと2月の14日ですね、バレンタインデーの日のお昼に、そう、あの 名義は違うんですけども、ちょっと大人の事情で名義は違うんですけども、いや、はい、この CD のアルバムのメンバーでライブをします。大人の事情で名前が違うんですけれども、全く同じメンバーでお送りします。ピアノが本山智明さん、そしてドラムが河合壮平さん、私という、ピアノトリオでお昼の1時半から、これまた配信も、あ、もちろん月曜日のも8日のもそうなんですけれども、配信ライブ配信と、そしてこういう感じで、お客さん入れてのライブの形になりますので、ぜひよろしくお願いします。山下さんは DVAP はその8日、あ、26日に、あ、柳さんのやつですね。アルバムがそうですね、また出るということで、また山下さんも、私のベースの、もう先輩で、大先輩でございます、柳雅也さんという方のアルバムが出るということで、はい、そちらのレコ発ですか、が2月の26日にあるということで、そちらも、配信、そして、こういう感じでお客さんにも来ていただくという形になるそうなので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします、はい、ということでお知らせ終わりました、はい、ということで、改めてピアノは山下康さん、そしてベースは斉藤里奈でお送りいたしました。ありがとうございます。では最後に、今日はもうめちゃくちゃ寒くてもう嫌になるので、暑い国の曲をやりたいと思います、ブラジルのもうボサノバの超有名なナンバーですね。超有名というか、もうボサノバといえばみたいなナンバーですけれども、シェガデサウダージノーマーブルースという曲を最後にお送りしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。ピアノは山下康史、ベースは斉藤里奈でお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。すぐやるスタイルなので私はもう待たずにありがとうございます。今日はですね、節分なんですよ。って知ってますよね、多分皆さん何年ぶりでしたっけ、何年ぶりかの2日の節分みたいなやつですよね。何年ぶりぐらいか、半世紀ぶりぐらいですかかなすごい適当な感じになっちゃったけどでもそれぐらいぶりらしくですね。なぜかで私あれなんですよ、ここ何年もなぜか節分の日は仕事がなくて、豆まきとか真面目にしてたんですけど、今日もまあ明日も3日ですね、3日もあの仕事が本当に何年ぶりかに結構入り、ああ豆まきできてないなって思いながら、とりあえず恵方巻きだけ食べてきたんですけどそうなんですよ、そういうのはちゃんとやろうっていう、なぜかそこだけ変に律儀なんですけど私も大事ですよね、そう無病息災を願ってちゃんと南南東に向かって食べてきましたけど、皆さんもね、恵方巻き食べながらとか豆まきしながら見てるかもしれないんですけれども、配信の方ね、ありがとうございます。ということで、なかなかこう鬼ってね、なんか日本の文化っていうか、そういう外国にそういう鬼ってそういうあるんですかね、鬼イコールやっぱ悪魔みたいな感じですかね、やっぱりなんかその辺のこうあれがちょっと難しくて、なんかこう節分になんかまつわる曲みたいなないかなっていう、なんか無茶ぶりなことを考えたんですよ。でもそんなのやっぱあるわけもなくで、日本のそういうまあ民謡みたいなね、そういうのとかも節分の曲みたいなのってあんまりないじゃないですか。はあ、ひな祭りとかねあるし、ね、まあ、子供の日とか、なんだろう、あと日本のそういうのとか、まあ、もちろん正月もあるし、でも節分ってなかなかないしと思ってないですよね。違いますね違う、ちょっと近い感じですかねでもそれでまあやっぱりでも鬼イコールやっぱりまあちょっと違うけど、やっぱ悪魔っていうのがやっぱりまあ解釈的にはやっぱり近いっていう感じみたいで、いろいろ調べたらっていうことでですね、悪魔イコールデビルだということで、デビルのつく曲をなんかやろうかなっていう感じでちょっと探しまして、で有名なところだとそのオールドデビルムーンとか結構皆さんジャズスタンダードでこう馴染みがあるかなと思うんですけれども、他にも実は意外とそれがついている、そのデビルっていう単語がついている曲がありまして、まあいろいろどうしようかなと思ったんですけれども、結構この曲が私的にはすごいなんかあいいかもっていうなんか直感があったのでちょっと持ってきてみました。デビルメイケアという、スタンダードナンバーで、歌のボーカリストが結構やっぱり取り上げるのかな、インストだとあんまり演奏されないみたいなんですけれども、ボーカルの人は結構有名なところだとダイアナ・クラールとかが歌ってるみたいです。でこう歌詞とかこう曲のあれを調べていると、デビルメイケア、なんだろう、悪魔気にしないみたいな、なんか直訳するとんっていう感じの、タイトルなんですけれども、まあいろいろこうなんていうか意訳して歌詞の意味も見てっていう感じでいくと、まあそういうなんていうかちっちゃいことはもう何も気にしないで生きてこうよみたいな感じの曲らしくて、っていう割にはなんかあんまりそういう可愛げのない曲なんですけど失礼ですけどね、いい曲なんですよ。でもなんかそういう感じなんですけれども、まあなんだろう、ちっちゃいことを気にしないで生きてこうよみたいな、なんかこう人間のこう強がりみたいなところがあるらしい曲なんですけれども、まあその通りで、ちっちゃいことは気にしないで、1年間ね、また元気に生きていこうっていうそういう気持ちで節分に無理やりしなんでっていうことで最後こちらの曲をやってみたいと思います。デビルメイケアという曲を、お送りいたします。本日は本当に、お付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。ピアノ山下敦史、ベースの斉藤里奈でお送りいたしました。ありがとうございました。